じっとしてろ。だが最近の刑事ってのはこんなに軟弱になっちまったのか。しかしまさかこんなとこにあの大先輩がいるなんて思いもしませんでしたよ。ある意味ここ数日で一番の驚きです。何言ってんだ。元刑事が分野でクラブの手伝いしてちゃ悪いのか。いや、ただこの数日間毎日が信じられないような出来事の連続で。お、帰ってきた。どうだったんだお前さんの店の様子は。はあ、ダメ、まんまとやられちゃってましたよ。せっかくコツコツ貯めた金だったのにな。これじゃまた一からやり直しだっての。やっぱり金盗まれてたのか。ええ、綺麗さっぱり。いくらぐらいだ。1000億。はあ、1000億。本当なのか。ああ、俺も最初は信じられなかったが、どうやら本当らしい。どういうことなんですか、秋山さん。うん、いやね、実は俺の店でっかい隠し金庫持っていてね、そこに入れておいた店の金が全部持っていかれちゃってたのよ。誰に。検察っていうか、多分木戸ちゃんに。え、木戸ってあの新井の兄弟分のあの。チーズ。でん、誰もいないか。ふう、六方全書か。やっぱ秋山さん頭いいんだな。あ？なんだこりゃ。おおおいおい、ちょっと。やべ。どうなってんのこれ。うわThank you.
やべ。ああもう。ただいま。で、あれ、もう社長またドア開けっぱなしなんだから。ああ木戸さん、ごめんなさい。ちょっと買い物に行ってて。ああすいません。勝手にお邪魔してます。何？Thank you.
これからどうするんだ、お前ら。冴島と安子を取り戻すつもりなのか。ああ、それしかないだろうな。だがどうすればいいんだ。金はすでに葛城の元にある。やはり奴らの居場所を探して直接攻め込むしかないのか。いや、策はある。ん？キリュウ、これって何なんだ。動かぬ証拠というやつだ。おそらく宗形も葛城もこのファイルの行方を追いかけている。これを使えば奴らと取引できるはずだ。葛城か。谷村じゃないのか。俺は桐生ってものだ。今訳あって谷村の電話を借りてお前に電話している。桐生、まさかあの四代目の桐生一馬さんですか。そうだ。これはこれは驚きです。それで私に何か用でも。冴島大河と安子のことだ。さあ、何の話だか。とぼけるな。お前が冴の河原から連れ去ったということは分かってるんだ。それがどうした。お前と取引がしたい。お前が今一番欲しがっているはずのものが今俺の手元にある。冴島が浜崎と脱獄した際手に入れた例のファイルだ。お前が手に入れたいものというのはこれなんじゃないのか。違うというのなら構わない。この話は忘れてくれ。それじゃ。待て。どうしてお前がそのファイルを持ってる。受け取った。沖縄で浜崎から直接な。そのことを知っているのは。俺と浜崎、あとは今俺の周りにいる人間だけだ。宗形は知らないんだろうな。宗形、副総監の宗形だ。ああ、知らないはずだ。わかった。いいだろう。取引の内容は。冴島大河と安子の身柄、あと木戸が奪ったスカイファイナンスの金、1000億だ。伝説の国道ってのも交渉ごとは不得意のようだな。そんな取引じゃ俺は動かない。交渉ってのは心理戦だ。わざと相手に有利な条件を提示することで相手の興味を引き出す。そういうもんだろう。ならどうすればいいんだ。そうだな、わかった。こうしよう。
今日の取引、お前一人で来い。一人？そうだ、一人だ。しかもお前にはボロボロの状態で取引に来てもらう。どういうことだ？ちょっとした余興をやってもらうってことだよ。あんたの好きな殴り合いってやつをね。何？取引の場所はカムロ町ヒルズの屋上にしよう。俺は佐江島と妹、さらに1000億を用意してその屋上で待つ。あんたには屋上にたどり着くまで上野清和会の人間を全て倒してから来てもらう。なんだと？あんたが屋上にたどり着けるか、それとも先に死んでしまうか、俺としてはどっちでもいい。これなら俺に有利な条件だ。もし俺が屋上までたどり着いたら？そん時はちゃんと取引させてもらうよ。ただたとえそうなってもあんたにはもう俺を殺す余力は残ってないはずだ。それなら俺も安心だ。分かってくれよ、キリュウさん。俺もさ、長生きしたいんだよ。あんたや佐江島みたいな化け物二人も相手してじゃ命がいくらあっても足りない。世の中には錦山や郷田隆二みたいな、今まであんたが相手にしてきた男気あふれる極道じゃない人間もいるんだよ。さあ、どうする？分かった。行こう。何時に行けばいい？夜22時だ。俺も死体じゃない生きたあんたに会えることを楽しみに待ってるよ。それじゃ。Thank you.
There!